はい、こんにちは、桜庭でございます。お元気でしょうか。ということで、私はですね、ただいまハワイ島のコナというところにね、おりまして、こちらの公園からお届けしていきたいと思います。まあもうすぐね、ちょっと雨が降ってきそうな感じでですね、おそらくこの撮影中に降ってくるんではなかろうかというね、まあそんな感じでございますが、行ってみたいと思います。ただいまに公園情報をあなたにお届けするよ。急ですね。急ですよ。だいぶ僕たちいろんなとこに行くんですよ。行きます。5月28日苫小牧。苫小牧。29札幌。札幌。6月1日新大阪。新大阪。6月27日京都です。京都。6月29、30でビジネスブートキャンプイン東京。東京。そして7月20仙台。仙台。22青森。青森。23盛岡。盛岡。そして24が山形。山形。8月2日が八王子。八王子。そうです。8月19札幌。札幌。27静岡。静岡。そして9月15日仙台アガスティアノ。ありがとうございます。ありがとうございます。遊びに来てください。まあ、今日もご質問ねいただいておりますので、そちらの方にねお答えさせていただこうかと思っております。大王様は前車についてたくさんお話しされてますが、前車利用しようとすると邪気に阻まれて眠気に襲われたり怪我をして片付けられない状態になったりという現象が起きるとおっしゃってました。しかし私は先月前車利用して異様な眠気に襲われ、毎日やりたいことが手につかなく困っております。一体どんな意味があるのでしょうか。私はお互いに罰ありで事実婚をしていたパートナーと先月お別れしました。元パートナーは高額所得者なのですが、生活費をもらったことがありません。私には2人の子供がいるのですが、子供にかかる費用や生活費なども気にしてもらったことがありませんでした。自分も自立して働いているのでモヤモヤしながらも我慢してました。さらに近頃元パートナーがお酒を飲むと暴れるようになり、何度もお願いしても改善されないので、大王の言葉別れちゃいなよを胸に心機一転さよならすることにしました。子供とペットを連れ、必要最低限の荷物だけ持って引っ越ししました。家電家具は全て置いてきました。今は炊飯器もテレビもない生活をしています。家内の断捨離をして今後何が待ってるんだろうとワクワクして楽しんでおります。連日続く眠気の意味が分からず悩んでます。アドバイスをいただけると幸いです、ということでございます。実はですね、こういう質問多いんですよね。でもまあお別れできてよかったんじゃないでしょうか。僕はですね、いつもこういう質問を受けるとですね、まあ大体この夫婦関係の悩みというのはですね、まあ基本的に二択しかないんですよね。受け入れて我慢するか離婚するか、まあ皆さん第三のね答えを求めていますよ、一生懸命ね。ですけれども、もう本当二択しかないんですよ。受け入れて我慢するか、それともお別れするかっていうね。まあこの方はお別れを選んで僕は良かったんじゃないのかなというふうに思うんですけれどもね。書いてありますけれども、まあとにかく睡魔がすごいってことですね。これね、本当に同じようなことで悩んでる人めちゃくちゃ多いんですね。僕のところにもそういう相談が無限に来てますね。まあ本当に基本的には同じです。旦那がこんなひどい人なんです、どうしたらいいですか、別れるべきですかとか、もう僕の世界観からは理解できないんですけど、家にお金入れない旦那ってある一定数いるんですよ。不思議ですね。ここにも書いてありますけども、高額所得者でしょ。僕の友達にもいますよ、旦那が高額所得者っていう方が。その方も旦那はだいたい年収3000万ぐらいあるんですけど、家にお金を入れたことがないと。すごいですよね。3000万もらってて誕生日プレゼントをもらったこともないし、子供の誕生日にも何もしないというふうに言ってましたけれどもね。恐ろしいですね。それで自分だけ豪華な生活をしてると言ってましたけれども、そこにもね、まあ意味がありますんで、結婚というのはまあカルマの解消というのがね少なからずありますので、まあその辺を受け入れていただくしかないと思うんですけれども、まあこの方はもう別れられたからいいんですけれども、まあ今別れられずにズル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 一緒にいられる方々ですよね。僕はいつも好きなんですね。先人の谷からこうドロップキックして突き落とすというのはとても好きなので、どうしても僕はそういう風に言ってしまうんですけれども、嫌だったらやめればいいじゃんっていうね、それが僕の世界観だったりするんですけど、これが、大石陽子師匠だとですね、不仲な夫婦たちをラブリーにするのが、まあ、陽子師匠得意ということで、僕の場合はもうね、ここにも書いてありますけど、別れちゃいなよということでね。まあ、この方は、まあ、心機一転して、ね、新しい家に行って、僕は良かったんじゃないのかなと、また事後報告いただきたいと思いますけども、まあ、とにかくこの人のお悩みはですね、まあ、スイマーということですね。物を手放し始めると、必ず起こってくるワンツーフィニッシュっていうのがあって、それがスイマー、倦怠感。ワンツーフィニッシュと言っておきながら、もう一個は頭痛ですよね。ワンツースリーフィニッシュでしょうかね。隙間と言いますね、これはね。なんで睡魔が起きてくるのかって、この文章だけでは分からないですが、とにかく眠くて眠くてしょうがないってことですよね。この眠くて眠くてしょうがないというのは、僕の中では2つのパターンが存在してるんですね。一つが、魂のステージが変わるとき、僕が自分の師匠のところに行った35歳のとき、まあ眠かったですね。もうびっくりするぐらい眠くて、なんでこんなに眠いんだろうと思うぐらい、もう寝ても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 いつも眠いというね、まあそういう状況が1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、ちょっともうその辺ね、もう覚えてないですけれども、まあとにかく眠かった。だからいろんな人に相談しましたよね。眠くて死にそうなんですけどって言った時に、桜庭君それはいいことだよ。もう魂のステージが君は変わってるんだよっていうふうにね、言っていただいて。まあ僕は自分の師匠のとこ行ってから考え方も180度変わりましたし、言動も180度変わりましたし、自分が実践できることは全て実践しているつもりでしたけれども、出会う人たちが変わってきましたのでね、自分の人生が変わる時ってやっぱり出会う人が絶対変わってくるんですよね。だからこの方も
思い切って家を出てお別れされたわけですから、きっと何か大きなものが、ね、変わってると思うんですよね。だからそれがもしかしたらステージが変わる時で睡魔となって現れているのかもしれないですよね。だからここからどういう出会いがあるのか、あなたの人生を変えてくれるキーパーソンとなる人、きっと現れてくるんじゃないのかなと思いますよね。やっぱり人生変わる時ってね、もうこれセットなんですね。自分の人生を変えてくれるような方が必ず目の前に現れてくる。これをキーパーソンとかマスターマインドっていうふうに言ったりするわけなんですけれどもね、人生を根底から覆すような人がきっとあなたの目の前に現れてくると思いますね。そしてもう一つ、この睡魔に襲われてもう眠くて眠くてしょうがないステージが変わるとき、もしくはもう一つは睡眠時無呼吸症候群ですね。これはねよく話してみないと分かんないんですけれども、やっぱ僕はもう健康オタクですから、もうこの健康オタクの中でもちろん食べるもの飲むものそれは大事です。でも僕が一番重要視してるのは絶対的に睡眠なんですよ。健康を司るものの中で栄養よりも絶対に睡眠です。もう睡眠に命をかけてくださいって僕はいつも言ってるんですね。まあ本当にこの睡眠というのがあなたの人生を大きく左右すると言っても過言ではないぐらいね、体から溢れ出てくるこのエネルギーというのはやっぱり寝ないとね満ち溢れてきませんので、この睡眠時無呼吸症候群最近すごく多いというふうに言われてますね。この睡眠時無呼吸症候群かどうかっていうのはやっぱり耳鼻科に行って検査してみないとわからないんですけれども、もしあなたが朝起きた時に口が乾いてるかどうかというのが一つのキーポイントになりますね。だいたい寝てる時というのは鼻呼吸するのがまあごく普通なんですけれども、鼻が詰まってる方というのは口呼吸になるわけですね。口呼吸になるのでどうしても朝起きた時に口が乾いている、まあそういう症状になって現れるんですね。一度心配であればですね、耳鼻科に行って検査をされることを僕は強くお勧めしたいと思いますね。この睡眠時無呼吸症候群という方々はですね、とにかく眠いんです。もうとにかく昼間尋常じゃないぐらい眠いんですよ。もうなんか落ちてしまうぐらい。だから車運転してる時とかももう思わずカクッとなってしまって、そのまま前の車に突っ込んでしまうとか、まあ大体こういうのは睡眠時無呼吸症候群の人が多いですよね。やっぱり太ってる方っていうのは結構この無呼吸症候群になりやすいですよね。セロテープとか売ってるじゃないですか、薬局とかにね。まあアマゾンとかでも売ってますけれども、あとは鼻の穴を広げるなんかバンドエイドみたいなやつあるじゃないですか。まあちょっと試してみてください。あの鼻にあるテープと口にあるバンそこみたいなテープありますので、ぜひ買ってみて試してみてほしいと思います。鼻が詰まってる人というのは基本的に鼻呼吸できないんです。だからそういう方たちはどうしても脳に酸素がいかないんですよね。だから脳に酸素がいかないということはいつも酸欠だから、日本人って本当に酸欠な人たちが多いわけですよね。この酸欠を放置しておくと様々な病気になって現れてきますので、もし口が朝乾いてたらね、あとは昼間の睡魔ですよね。本当にもう信じられないぐらい落ちてしまうんじゃないかというぐらい強い睡魔、これが睡眠時無呼吸症候群の症状なので、ぜひ一度ね、病院などに行って確かめてみてはいかがでしょうか。ということで、まあこの方のね、僕事後報告はぜひ気になりますのでね、こういうお酒を飲んで暴れるとか、生活費を家に入れてくれないとか、もうこういう旦那さんって僕はもうちょっと理解が1ミクロもできないですね。そもそもなんでお金を入れないのか、しかも高額所得者でしょ。まあきっと自分以外のためにお金を使いたくないんでしょうね。もうこういう人はね、結婚しちゃいけないんですよ。もう一人で暮らしてくださいっていう感じですけれどもね、きっとあなたのカルマの解消としてね、そのパートナーを選ばれたはずでございますので、まあこのあたりをね、受け入れていくしかないと思います。ということで、同じようなお悩みされてる方、ぜひ選択してみてはどうでしょうか。不仲な方たちというのは離婚するか、それとも受け入れて一緒にいるか、この2択しかないということですね。あとは第3の選択、陽子師匠のおかえりにゃんをやり続けるってことでしょうかね。ということで、今日はね、このあたりでお別れしていきましょうか。まあ雨が降らなくてよかったなと思います。ということで、またお会いしましょう。アディオス、イヤオ、さようなら。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録お願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね、 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことを言えるのはオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。